突然ですが、やらかした録画失敗してたので、実は、数時間プレイしたのが録画できてなかったので、結構パークが進んじゃってます唐突にいろいろできてます現在はこんな感じです前回の最後からするとかなり違うんじゃないでしょうか。かなりできてるよねこれ。いやー、なんか動画3回分出したんだけど、もうそれの倍ぐらいの広さになってるよねこれやらかしましたな。まあ、とりあえず経営を安定させて、まあお金を稼ごうということで、とりあえず適当にもうライドをバカスカ立てようみたいな感じで、適当に組んでっちゃってました。そんなわけで、まあいくつか、この辺ですかね、この辺一帯と、あとここと、あとこの辺にちょっとお店類と、そしてレールのね、レール系の乗り物がやっと初めて立てたんだけどね、その反応を録画できてなかったそこがちょっと残念ですな。やっぱ初めての反応っていうのはね、どうしてもね撮り直しができないからそれがね撮り逃してんのがちょっと残念。まあ、この辺に増えた乗り物類はまあ普通な感じ、まあ今までこの辺に真ん中ら辺に置いてきたのと同じような感じで、ちょっとまあ見た目が違うかなみたいな感じなぐらいですね。あとまあこれもそんな感じかな。で一個ね大きく違うのがこれなんですが、ライドカメラを見ましょうか。どんぶらこどんぶらこ、水が張ってあるところを、コースターが走り抜けるという、ちょっと水にもゆらゆらする感じのジェットコースターですかね。この辺あんま見えないけど、分かりづらっ。この方に遊園地が、今まで作った部分がちょっと見えたりとか。あれこれ先頭に乗ってる子がちっちゃい子だから行けなかったんかな視点低いのかな関係あんのかな。関係ありそうな気がしてきた。これで結構高いところに登って、2周目でなぜか高いところに登るっていう謎の、普通先に高いところのような気がするけど、もうちょっと景色見えた気がするんだよな。やっぱちっちゃい子が乗ってるからかな。逆に唐突に落ちそうな気がする。逆に怖いなこれ、ちっちゃい子はちっちゃい子で。ザプーと行くわけですよ。この辺とかもね、やっぱりね、初めて見たときはね、もっといい反応したんだけど、もう一回知ってるとね、反応できないね。あ、すっごい並んでる。超並んでるじゃん。
あそんな感じで、まあ、とりあえず少しは稼ぎやすくなったかなというような状況です。でこれからやることなんだけれど、実はまだまだこれシミュレーションの基礎がでやっとできただけであって、オリジナルのクリエイトの部分は逆に全く手つけてない状態なんですよね。これからちょっと、自分で手を加えるオリジナリティを出せる方向にちょっと手をつけていこうかなと思います。でやることはいろいろあるんだけれど、まず一つは、地形をいじるっていうことですね。今パーク内全部フラットな平面になっているけれど、この地面を隆起させて山を作ったりとか、へこまして池を作ったりとか、そういうことができるようなので、地面の変形がまず第一にあって、であとは、今すでに置いてあるライドとかもそうなんですが、ライドとかの色を変えたりとかをすることができます。であとそのライドをまた装飾をしたりとか、まあそのなんだろうな、すでにあるものをいじってみたりとかすることができる。でお店屋さんとかもそうなのかな、かなんかなんで、まあオリジナルの乗り物や、お店類を自分で作っていくっていうのがある。で特にこのレールがあるような乗り物系は自分でコースを組んだりとかもできるので、その辺のやつをやっていこうかなっていうのもありますね。であと、そういうのを他の人が作ったものを、ダウンロードさせてもらって自分のところに置くことができます。で逆に自分が作ったのをアップロードして誰かにダウンロードしてもらうっていうこともできるので、まずは誰かから、もらってきたやつをダウンロードして自分のところに置いてみようかなっていうのと、よくよくは、できれば自分で作ってみようかなっていうのが、作ってアップしようかなっていうのがあります。まあ、以上が、これまでの、すっ飛ばしてしまった経緯と、今後の展望でした。